ございます。やっほー。 おはようございます。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花です。おはようございます。ということで、朝ごはんを食べていきたいと思います。その前に鼻を、あー、むずむずするよ。もうやんなっちゃうね、鼻。せーの、えい。後で拾います。 後で拾いまーす。はい。 はい、じゃあ手を合わせましょう。合わせました。いただきます。いただきます。味噌汁飲みます。味噌汁これおかわりしよう。 おいしい。朝はやっぱり味噌汁だなって、本当にそう、本当にそう思う。じゃあこちらですね、しらすと生卵。これやったことないねんけどさ、自分でこれ何、どうやって食べたらいいの？ かき混ぜて普通に食べればいい？おいしいね。あ、これいいね。醤油かけないので。醤油かけたの？そう、実はちらっとかけたのさっき。待って、しらすと卵おいしい。これおにし、はまる。これいいね。コンビニでも買えるし、しらすって。これすぐ食べれるし。いいの見っけた。納豆です。しらすと卵と納豆は最強ってね、なんか最強の朝ごはんって感じしてん。しらすと納豆と卵とお豆腐のお味噌汁、そして白米。なんて素晴らしい朝ごはんなんでしょうか。あ、やばい、ちょっとよそ見してたら納豆2粒が、もう絶対よそ見しない。最悪。レッティー。はい、レッティーで貯金も させていただきます。もうやだ、やめてよ。オッケー。
もう絶対よそ見しない。もう納豆しか見ない。私はさっきコーヒーこぼしてカレーパン焦がしちゃってて大丈夫そう？大丈夫そう？コーヒーこぼしてカレーパン焦がしたの？難儀な朝やな。大丈夫か？いただきます。おいしい納豆。納豆好きなんですよ。おいしい。なんて美味しいの。やだ、なんか日本に生まれてよかったなと思うよ。和食ってさ、ほんまに美味しいよね。幸せ。どうしよう。朝ってこんな幸せなんだね。お米が美味しい。上手に炊けてる。素晴らしい。もちもちの方が好きなんですよ、西お米。そう、硬いお米より。ああ、なんかそんな食べへんやろうって思ってたけど、もう一杯ぐらい食べたい。やばい。何してこんな朝からがっつり食べれんねんや。なんか知っててんけどさ。お仕事はそれこそ昨日のアンロケとかさ、朝早かったのよ、集合の時間。他のみんな車内でずっと寝ててんけど、大西だけずっとご飯食べてん。朝の6時ぐらいから。自分で買ってったおにぎりと社内でスタッフさんが買って配ってくださった朝ごはんとみたいな。だからおにぎり2つに
なんかいろんなサンドイッチみたいな、いろんなサンドイッチっていうか、真っ白パンがね、真っ白じゃなくてちょっと茶色くて、中になんかいっぱい野菜が入ってる、なんか健康的そうなサンドイッチがあってんけどさ、それ食べてみたいな。あ、そういえばパッド動画ありがとうって、見たツイッターのやつ、昨日カットされてたらしいけど、あれがねパッドでさ、うまっ、1回目全然うまくいかへんかったのよ。で、はい、休憩ですってなって、で2回目やってみて、だから2回目があの動画なんですよ。そう、撮れて、そう、でもあの動画を撮ってる時カメラマンさんとか全然違うとこいたからさ、そう、なんで誰も撮ってないのって言ってたけど、そう、スタッフさんが携帯で撮ってくれてたんですよ。あれ、なぎちゃんがプラネタリウム行きたいらしいよって、うん、ちょうどその話この間してた、プラネタリウム行きたいって。うん、なくなっちゃった。うん、プラネタリウムいいよね。もしでもお家にあるんですよ。最近全然使ってないけど、そう、お家でプラネタリウムが見れる。うん、で久々に使おう、ちょっと余裕があるとき。そう、ちっちゃい時からずっと欲しくてさ、うちのプラネタリウム、そんな高くないやつ買ってんけど、そう、ちっちゃい時からの夢が叶って、あとはねずっと欲しいって言ってるんですけど、そう、天体望遠鏡、でもどうせ使うなら実家の方で使いたくてさ、都会の空は狭いんです、なんか高い建物がたくさんあってあんま見えないから、うん、だから奈良で見たい、うん、ね、これしらす丼あれやな、美味しいけどさ、ちょっとカッコつけてさ
後からしらすを乗っけたけどさ、卵かき混ぜてからいろいろご飯の上に乗っけて、その上にしらすを乗っけた方がなんか大西は好きかもしれない。この卵のちょっと透明の部分がね残ってるのがさ美味しいんやけどさ、ちょっと気になっちゃう。うん、反省点って、そう反省点、これ次から生かすわ。しらす丼を次作るときは卵かけご飯みたいな感じにしてからしらすをのせる。それでいこう。次回からよろしく頼むよ。うん、うん、じゃん、こちらご飯の器と、納豆と味噌汁、ごちそうさまでした。美味しかった。もうこんな時間か、8時までだもんね。うん、うん、夜は残り時間できそう。うん、昨日よりかは多分帰りまた遅くなるのかなと思ってるけど、1時間半できたらいいよねっていう理想で1時間半を夜に回そうと時間を取っております。早めに薬飲みなよって、ゆいが早めに薬飲みなよって、そうする。よいしょ、アレグラお助けて、アレグラ、はあ、よし、これで、お、聞いてきた聞いてきた聞いてきた、素晴らしいね素晴らしいねお皿洗っちゃえばって、でもあと10分だよ、喋りしようよゆっくり。あとね、多分きっと声出ないけど、そう朝もちょっと歌いたいの。そうそう、大西さ、朝さ、朝とかって通勤とかさ、通学とかさ、そういう時ほぼ絶対音楽聴くんですよ。それの代わりと言っちゃなんですが、
てっ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 てれやっほー。これ何なんだろうね、この仕組みは。今一回また落として戻ってきたんだけれどもさ、これ何毎回なりそうな、これからこれから毎回なりそうなこの現象何もう一回刺してみる？もう一回刺してみようか。行くで。行くで。止まったら止まったって言ってな。せーの。どう？いけた？あ、いけんねんや。なんで？なにこれ？どういうこと？2回目はいけるんだね。なら良かった。あと8分しかないからね。朝っぽい曲って何やろね。まずちょっと待って、おいしい寝起きから1時間でそんな歌える人間でも、1時間に限らず歌える人間でもないから、まあちょっと歌唱力はちょっと置いといて。紙飛行機出るかな。洗面所行く？一回洗面所行こうか。じゃあついてこいよいしょ。えらい大西、こたつから出るなんてほんと珍しいよ一回こたつに入ったらもうこたつから出ないから。あ、待って大西、洗濯したかったのに忘れてた。洗濯しよう。いや、夜でいいか。よし、はい、来たああ365日の紙飛行機来た。あったよ。よし、それでは聞いてください。365日の紙飛行機。
皆様、改めまして、おはようございます。あさってなんかこんな、ここまでしか来れないんだね。なんか、ここまでしかなんか上がってこない。ありがとうございました。ということでですね、もう30分経っちゃうのか。じゃあちょっとね、まあ、夜1時間半、まあ、どうなんだろう、できるかは分かんないんですけど、一応撮っておきたいなと思っているので、じゃあ朝の配信はこれで終了したいと思います。じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位プロスペクトさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が翼さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が、ゾラさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がアタックケンさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がノジさん、ありがとうございます。イエイ。そして、あれ、変わった西の間違いじゃなかったら変わった、変わってない、そんなことない。ちょっと不安になっちゃったからもう一回いくね。もう一回1位の方からいきます。いきますよ。1位プロスペクトさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がゾラさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がタクケンさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がノジさん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位が、あ、待ってね、9位がナナちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がレイナちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がテチテチアットマーク大西グ、ラルムガチチューさん、ありがとうございます。イエイ。鼻がムズムズする。そして12位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が、大西かっきアットマーク大西軍アットマークおけいくがんば、夜の配信も楽しみさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで、
朝配信はこれにて終了いたしますしようと思います。いたしましょうと思います。出しします。はい、朝ちょっと6時半から8時までという時間ね、ちょっと貴重な時間を本当にありがとうございました。メイクしたり朝ごはん作ったり食べたり、素敵な朝活が皆様のおかげですることができました。ありがとうございます。本当に朝活もいいですね。うん、ありがとうございます。じゃあこの後ね、あのお仕事だったり学校だったり何かね、あの行事とか、さっきね幼稚園のね卒園式ってなんか歌ってる途中に書いてたりとかもしたから、なんかこの後ねいろいろ一日たくさんいろんな出来事があると思うので頑張ってください。大西もこの後お稽古、夜まで頑張っていきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆さんも本当にありがとうございました。ではいってらっしゃい、頑張ってね。休める人はゆっくり休んでね。じゃあね、バイバイ、行ってきます。